ああどうもどうも魔女めぐみですえっ、ー、とね先ほどあの下半期ベストベストコスメでメイクとか言ってあの全然ためにならない感じの動画を上げてしまったんでスキンケアの部門を紹介していきたいと思いますえっ、ー、とですねえー下半期結構使っていたものがクレンジングミルクでこのオバジの クレンジング、え、なんだこれ、おばじ、おばじ X クレームリフト、ミルククレンジング、メイク落とし。こちらですね、ミルクのテクスチャーで、ミルクのテクスチャーって何おミルクで、これで、こう落としてね、こう、こう、こう、洗い流すんだけど、その前まではね、ちょっとこれも使ってまして、 クリアプロ私ねあのソフティもソフティも信じてるんで結構これも好きだったんですけどもあのおばじがいいぞってあの吉田あかりちゃんが言ってた,ってたもんだから真似して買ってみたのよそうしたっけねあのね洗い上がりにハリが出るハリが出る感じがしていいでそれに伴いこちらのオバジ X の えー、ムースウォッシュこれがねこう振って使うんだけどすごい出るすすごい濃密おいほら後肩がついてる後肩がついてるので濃密この濃密な泡でこうこの泡で出てくんのっつのがね私はあの絶対なんですあ,あの泡立てたりするのがこう面倒くさいんで。 絶対に泡で出てきて,てもらわないとちょっと困っちゃうのねだから絶対これ張りが出るあの洗顔ですね洗顔はねちゃんとしたの使った方がいいからねちゃんとねあのクレンジングと洗顔をちゃんとしたの使いましょうで次に私はねこれこちらを私このクオリティファーストのシートパックがね 好きって,っていうか好き,好きでもないんだけどあのシートパックっつうのがまずあんま好きじゃねえのよこの顔型になってる髪はっつげるやつねビダビダってなってるやつこれシートパック自体はあんま好きじゃないのだけどあの袋を破ってこう出してビダビダってなるのが嫌なんだけどこのティッシュティッシュみでにこう出す引き出すタイプだとまだあのビタビタビダビダ,ダバ,タバタバタっていう感じが。 あんんまり軽減されるんででもいっぱいなんかこう保湿の液体が入ってるんでこれねとにかく保湿っていうのピンク色の棚がな保湿なんだってだとにかく保湿もしたい保湿したいんでもうおばちゃんはもう保湿一番なんでこれ気に入ってあの朝晩って結構使ったりしてました。そして 一番紹介したいのはやっぱりこのラブミータッチのグラナクティブレチノイドだねこの黄色い黄色い液体これがやっぱりね私のたるみ毛穴をあの軽減させてくれたっていうこれおすすめです 2%5%7%10% って言ってますけど私は 7を使ってますちょっとお肌が弱い人は5%ぐらいから始めたらいかがでしょうかあのレチノールとち違ってあのあんまり A 反応が少ないっていうこれ毛穴本当に引き締まりますよつるんとした肌になりますよこれおすすめアドはねアイメイクちゃんと脅さなきゃなんねえぞっつうのでやっぱ私アイメイク濃いから チューシーモイストアイメイクポコポコリムバーシートこうね丸いトナーパッドみたいなのが入ってるんだけどこう入ってるとさなんか使いやすいじゃんまあちょっと目にしみるっちゃしみるんだけどまあそこはもうしみさせていただいてこれ簡単でよく落ちるしいいかなって思います ソフティモのね、あの、こういうビンビンビンツが、あの、ヤズマンあるんだけど、あれ、いちいちこう出さなくちゃなんないから、めんどくさいのよ。これ、おすすめです。目、染みますけど、染みますけどね。あとはね、あの、23歳から使ってる、この高保湿、ノエビア505。これはもう、鉄板なんで、いいでしょう。一生使います、これは。ということで、スキンケア部門でした。皆さん、これで、 いいいいですかこんなんでいいですすかかこんんな前回のあのさっき出したベストコスメ動画がなんかあまりにもあまりもだあまりにもだったんでちょっとスキンケアも出してみました。ありがとうございます。